今回ですねあの第9話のです、ね「トベガンダム」やるんですけどちょっと第9話の立ち位置っていうのですかねどういうポジションの話なのかっていうのを最初説明しようと思います、えー。第1話から第9話でどういう流れになってるのかっていうと第1話が「ガンダム第一に立つ「なぜアムロ・アムロレイ」という主人公はガンダムに乗るのかがもういっちゃえば第1話なんですよ。で第2話「ガンダム破壊指令」は「なぜシャアズナブルはガンダムを追うのか」。 1>, 1話がアムロ個人を追った話で2話がアムロの動きを見ながらもシャーアーズナブルを語るっていう話になってます。で第3話は敵の補給艦を叩け、えー、ホワイトベースはシャアから逃げたいもう本当にこれを見せる話になってるんですね。第4話ルナー脱出作戦はルナーに逃げ,込みな逃げ込めないから地球に逃げようとこうお話を見せる話になってます。1話、2話話ががキャラクターを見せて、2話がですね。その 全体の流れを見せる。シャアからひたすら逃げるっていう流れを見せてで4話の「ルナッツ脱出作戦」は状況を見せるんですね第5話は大気圏突入シャアはさらに追いかけてくるんだけど逃げきれるかって話で逃げきれないのがわかる、まあ、しかしシャアは単独地球に降りただけだからここまで行くんですけども第6話ガルマ出撃シャアがその単独地球に降りた先はですね「ガルマ」というですねシャアよりもさらに え強そうなまあ、頭は悪いんですけど大舞台を率いたです、ねえー、やつがいたんだ地球にも逃げる場所はないっていうのがですね第7話「コアファイター脱出せよ」ダッシュテオはいろんな不安が不安や不満がこのホワイトベースの中に溜まってくるって話ですね。で第8話「戦場は荒野」この間までやってた話が「千日手」っていうのを。 千日手っていうのはその将棋の手なんですけどもないって延々繰り返しななんです、ね。なのでホワイトベースはですねそのミノフツキー粒子をばらまきながら谷底をゆっくりゆっくり走ってるのでジオンは手が出せないしかしその谷底もいずれは終わってしまうどうするのかでジオンはジオンでホワイトベースにこのペースで逃げられたら何て言うのかな攻撃するための戦線をここまで広げられないと。 実は困っている状況にあるんだと両者困ったところにあるところからあの何だろう一時休戦協定を求む千日手から一時休戦協定を結ぶというふうなところまで話があります。で、えー、今回のですね「戸辺ガンダム」っていうのはいよいよホワイトベースの反撃開始というですねこういう全体大きな流れになっています。えー、第9話までのですね前半がシャーから逃げるっていうですね大きい流れになってで後半はですね シャアがさらに強力な地上部隊と合流してしまったとでこれで手を組まれたらホワイトベースはもう駄目だったんでしょうが実はシャアとその地球のですねジオン側のボスであるガルマとの間には何か仕掛けがありそうだと視聴者が徐々に気が付くようなそういうんか仕組みになってます。それではです、ね早速えー、第の解説。 今回は、編をお送りします。えーとですねあのー、無料の方はですね16分30秒ぐらいありますので16分30秒後にですねまたお会いしましょう僕は涼しいですねこのスタジオで皆さんを待っていますそれでは、えー、前半どうぞ、えー「機動戦士ガンダム講座」今夜はですね第9回ですね「トベガンダムのです、ね」の、まあ、前半をお送りしようと思いますトベガンダムっていうのはですねあのガンダム テレビシリーズの「ガンダム」の第1話からこの9話までですねメンバーの本当に何だろうな仲間割れっていうのかな喧嘩かが、えー、限界に来る回なんですねでタイトルの「トベガンダム」っていうのは、まあ、主題歌の名前でもあるんですけどようやっとここで解決が見えるといわゆるドラマ的な大転換を迎える回なんですよ ですからストーリー的にはです、ね、あのそんなに大したことがなくてです、ね、あのストーリーの分岐点は次回の「ガルマチル」っていう第10話の「ガルマチル」っていうのがストーリーが大きく変化する回で,で今回の「トベガンダム」というのはドラマ的にです、ね、全員の立ち位置がはっきりして以後ですね何だろうな話がどん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 進んでいく。 なんですね、でだからといってこの「9話のトベガンダム」ですべての問題が解決して例えばみんなもうこれで心を朗らかにというわけではなくて、まあ、問題はありつつも積み残しありつつもなんですけどもほぼすべてのですね、えー、圧力点というんですかねあのいろんな問題があります例えば、えー、状況がですねもうすでに限界を迎えてます、えー、まずホワイトベース内では食料不足になってます で避難民の不良化というふうに書いたんですけどもこれあのホワイトベースの中に百何十人いた避難民の人たちが最初はですね不安だったわけですね。でいうことを聞いてたで次に早く下ろしてくれって文句言うようになったともう過去何回も下ろしてくれ下ろしてくれ下ろしてくれとで避難民が例えば、えー、ストを起こしたりですねもしくはブリッジに乗り込んできたりとかいろんな問題を起こしたんですけどもうそれもしないとどん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 無気力になってきて 内部で,です、ね、ちょっっとと犯罪みここも起こってしまうです、ね。あとは連邦本部との連絡がどうしても取れないというかで、ね、これまでは取れない連絡が取れないから連絡さえ取れればなんとかなるんじゃないかというふうに思ってたんですけど今回は連絡が取れてもですねまあなんかあのどうにもならなかったっていうのがわかるというです、ね、状況的に本当にこう煮詰まっていくのが限界に出すところですね。 この同じようにですね、限界を迎えます。で、アムロ、ブライト、シャーあの、まあ、ガルマですか。アムロ、ブライト、ガルマ。この3人がですね、状況的な限界を迎えるっていうのが、まあ、あ今回の大きな流れです。では、アムロからですね、えー、どんな風にですね、追い詰められていったのかを見てみましょう。えー、アムロですね、ま、ああの、 ここも冒頭最初の方なんですけども、えー、サイドスリーを出てからこっちぐっすり眠ったことなんかありゃしない。そのくせ眠ろうとも思っても眠れない。まあ、こういうふうな悩みをフラウボーに言います。で、えー、なんでしょうねあの、不眠症というかですね、そういうふうなことではなくてですね、もう追い詰められて心が落ち着かないわけですね。気が流行ってしまって、ほてってしまって眠ろうとしても眠れない。で イイライラするのが自分でももどうにもな,らないっていうのをフラウボーにもさんざんどうしたのどうしたのと聞かれてようやっとこう吐き出すような答えているアムロの本当に追い詰められる方がでこういうふこにアムロが追い詰められているでそこに食料不足が、まあ、だんだんですねはっきりしてくるとで食料不足もねなんか食料がないだけだったらいいんですけども コ、えーね、ックさんのところに行って文句を言います。えー、なぜ、えー、アムロやリュウだけ、えー、俺たちの食事より量が多いんだよというふうに文句を言いますね。でこれに対してこれ何かっていうとですねあの実はブライトさんから指示が出ててあのアムロとリュウの2人はパイロットして正規の食事を与えろというに言われてるんですね。 まああの本当のへ軍隊でもそうなんですけども軍隊ではです、ね、例えば食料が少なくなってきたら全員減らすのではなくてどうしても栄養不足だったら困る人間もう本当に極端なのがパイロットですよね一機何十億もする戦闘機に乗ってで戦場で戦う人間ですからこいつが栄養不足で目がくらんだら困るので優先的にパイロットにだけは例えばその、えー、食料を豊富に与えようというのはどの軍でも当たり前にやってること。 それをブライトさんは指示したんですけどもそれがホワイトベースの中で格差を生んでしまうんですねつまりただ単に食料が少ないっていう貧しさの問題ではなくてホワイトベースの中に格差が生まれつつあるということが不満になってくるわけですね食料が少ないではなくてなぜあいつだけ多いんだっていうのがどんどんどん問題になってくるでこういう状況の中でですねアムロはですね、まあ あのフラウボーにいろいろ言われてちょっと元気出てですね廊下を歩きます。で廊下を歩いてるとカツレツきかっかけた例の三人組ですねちびっこ幼稚園児3人組に呼び止められて、まあ、何かっていうとさっきのあの斐がです、ね、田村さんに文句つけててわわわわやってる時にこの幼稚園児3人組はこっそり台所に忍び込んで自分たちのおやつを盗んでたんですね、まあ、子どものいたずらです。 でそこでトマトをいくつか盗んで「よーし成功だ」って言って台所から逃げたとで。そこでアムロとすれ違ってる時にアムロに入っていてトマトを渡す。でみんなには内緒だよっていうふうに女の子に言われてアムロがああんか子供だ微笑ましいなと思ってトマトをこう受け取っちゃうんですね。 本当にね、何でもないシーンなんですけど、あとあとアムロのですね、心に響くようなことになってくるわけですね。っていうのは、あのー、このトマトを受け取った後アムロはですね、ちゃんとフラウンに言われた通り、ちゃんと食事しなさいって言われたんで、いやいや食事に行くんですね。でいやいや食事に行ったらですね、アムロの目の前には、 もうこのトレイの上にですね山盛りの食料が出されて出てくるとでも向かいの席を見るとみんなほんにほんのちょっとだけトレイの上にご飯盛られてそれを食べているとでそれをなんかこうちゃんといい子で食べている子供の横からですね老人がですねじいさんがそーっと手を出して子供のご飯を盗むんですねでこれをもうワンカットで撮ってるんです安室がじーっと見ていると老人がこの子供のご飯を取ってでむしゃむしゃ食べて 食べ終わった後、この席を立って,て何も言わずに去っていく。で子供は何も気,気づかずに、いつも間にかご飯が終わった後自分で思い込んでるんですね。これ、このままでほっといたら、まあ、別に事故も何も起きながら、こんな風に、なんだろう、船内で、あのー、泥棒行為が行われているということなシーンなんですけども、アムロはですね、ようやっとフラウボと仲直りした子なんですね。つまり、眠れないんだって言うたことをぶちまけてフラウに、 あの当たり散らしてその後、廊下に出てで幼稚園児3人組からです、ね、トマトをもらってちょっと心が落ち着いたところで,で、えー、フラウにわざわざです、ね「さっきはごめん」って自分から声をかけるんですねそしたらフラウボーが「運、うん、いいのよ」っていうふうに言ってくれたんですけどそうすると目の前でこんなシーンを見ちゃう。でアムロは「一緒に食べよう」ってその男の子に声をかけて自分のトレイのご飯を出すんですね。一緒に食べよよううううとといいのは、つまり、半分分けしよういう意味ですね。 でえー、避難民の,そのお母さんこの,子のこの男の子のお母さんは「いいんですか?」っていうふうに言うと、まあ、つまり「いやもうそんなことできません」って言うんじゃなくてもうみんな本当に飢えてるから「あそんなことやっていただけるんだったらありがたいです」という感じでいいんですか?」っていうふうに言ってしまうんですね。とフラウは「アムロちゃんと食べなければダメよ」っていうふうに「戦闘食なんだからあなたはちゃんと食べなきゃダメよ」って言うとアムロはですねえー、でしょう。 だったらこんなところで食べさせるなっていうふうに吐き捨てるように言っちゃうんですねあのー、だったらこんなところで食べさせるなっていうセリフもやっぱりすごくいいんですよっていうのはあのアムロはですね一番それはいいのは食料を何だろうな、まあ、補給を受けるとかそういうふうなことなんでしょうけどもせめて全員で平等に分配っていうふうに言ってもですね平等で分配する分もないと。 で自分がダメになったらホワイトベースのみんなが殺されちゃうというのが分かってるからアムロも食事しなきゃいけないというのが分かるんですよ。で思わずフラウニにだったらこんなところで倒べさせるなつまりこんな現実を俺に見せてくれるなっていうなんかすごい弱音を吐いてしまうんですね。でこのあとですねアムロはですねあの部屋にこもってですねまた落ち込むんですよ。 ブライトさ,、ね、さんでなんかこうイラついた感じで部屋に入ってくるアムロに「アムロパトロールだパトロールに出てくれ」って言うとアムロは「何でパトロールに出なきゃいけないんですかこっちから行くことないじゃないですか」って言いながらトマコとをゆっくりかじり出すとさっきその幼稚園児3人組にもらったトマトなんですけどもこれ何かっていうとですねこのシーンの,そのリフレインになってるんですねつまりこのおじいちゃんは子供からご飯を盗んだんですけども トトトマも、もホワイトベースのの食堂から盗んだものなんだなですよ。つまりみんなもうそういうことを盗むのが当たり前になってしまっている子供たちはいたずらでやったかもわかんないけどもそれをもらってしまったアムロももうなんだろうなあのイノセントではいられない無垢ではいられないんですねもうすでに罪を背負っている状態なんですだからアムロはこのおじいちゃんに怒りもせずにですねこんなこと間違ってるんじゃないかというふうに責めもせずにこの男の子に ご飯を分けようとしたんですね。でもそれをフラウンに止められたらだったらこんなところで食べさせるなっていうふうに当たり散らすしかないんですね。あのー、なのでその自分の部屋で,です、ね、トマトを一人きりでかじるそのアムロっていうのはそのこれはこれでフラウンの心遣いなんですよ。みんなと一緒にですねご飯食べたら気も晴れるだろうと思ったらそんなところを目撃してしまったと。もう本当に どん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 状況が悪くなってるんですね誰も悪い人はいないのでアムロにじゃあアムロあのなんだろうなパトロールに行けっていうふうに怒鳴っちゃったブライトさん怒鳴っちゃったブライトさんはんでイラついてたのかっていうとですねえー、ブライトさんはですね数分前にえー、連邦軍からの通信をやっと受け取りますえー、セーラさんがですね連邦軍からの通信がガーッと来たらですね そのセイラさんが連邦軍の通信を読み上げようとした瞬間、それをよっからガッと撮るんですね。割とね、こんなシーン珍しくて。で、撮られた暗号文をセイラさんがしばらく見てるぐらいの演技をしてるんですね。つまり、ブライトさんがイライラして、通信誌が読もうとしたものを、からバンって取り上げて、持ってっちゃったのを、しばらくセイラさんが、えぇ、ー、っていう感じで見てるという演技をした上で、ブライトさんはそれを読むと。ホワイトベースは敵の戦線を突破して、海に脱出することを望む。それだけです。 連合軍にはそれだけしか書いてなかったとリード艦長が助けにも来てくれるのか、おい、話はできないのか、参謀本部というふうに。なんでここまで助けに来てくれないんだ、参謀部に交渉したいというふうに言うんですけども、セイラさんは無理です。ジオの勢力圏内で暗号通信だって危険すぎますという当たり前のことを返します。そうするとブライトさんはもう。イライラしてるんですね。将軍たちは何と思ってるんだ、リードさんは現場を知らんのだ、戦場をっていうふうに言うんですね。 えー、これですね。あの、このワスあたりのも本当に典型的なフレームなんですよ。あのー、多分このレイアウト、安彦さんが描いたレイアウトがあまりに決まってですね、あの、使い手がいいのでですね、他のシーンでも結構使っちゃってます。えー、この次のシーンがまた、また同じになってるんですけど、これとこれ同じですよっていうぐらいですね、本当にあの、使い勝手がいいんですよね。えー、後ろにですね、 コーヒーを飲み物を持っていて、で、腕が骨折していて、まあ、かばっていて、手前にブライトさんがいて、目線合わさず会話してるっていう、この感じがですね、すごいレイアウトって言うんですけども、その構図が決まってるんですね。だから、この頃の,あのガンダムっていうのは、そろそろこういう構図のリピートぐらいがこう多くなってきてます。というわけで、ブライトさんがイライラしてるのは、まず、 ようやっと参謀本部と連絡取れたんだけども、その参謀本部の方は、とにかく脱出しろっていうだけで、その脱出できるんだったらホワイトウェイス脱出してます。そのためには、食料も足りない、弾薬も足りない、避難民もいると。で、どっちへ行けば、せめて連邦軍が、あの、迎えに来てくれるのか、救援に来てくれるのか、その連絡もなく、とにかく頑張って自力で脱出しろというだけなんですね。 じゃあ、こういう時にこの艦長席にですね、いつまにか居座ってるリードさんというのはどういうふうな人かっていうと、あの、ブライトさんにこんなことを言い出します。えーえー、武器弾薬はそこを突き始めているんだというふうにまあリードさんが言います。今度大きな戦いがあったら支えきれん。ブライトさんが分かってます。だからどうしたら生き抜けるのか考えてるんでしょっていうと、リードさんは、生き抜くだけなら簡単だよ、ブライトくんっていうふうに言います。これがもう、なんかその、 みんな分かってる回答なんですね。生き抜くだけなら簡単だよ。ブライトは冗談じゃないって吐き捨てるように言います。ホワイトベースを捨てりゃいいんだってリードさんが言うと、ブライトさんはそれ言っちゃダメでしょうって感じでリード注意っていうふうに言います。つまりもうあのー リードさんが言ってるのは、まあ、リード館長と仮にはなってますからここでリード館長と言ってきます。あとでフラウボーもですねリード館長って言ってるんですけども <laughs> 前々が言ってるのこの人は別に館長じゃないんですね。ブライトさんが代理官長を務めていてそこに専任士官として来てるので偉そうにブリッジに座ってるだけでですねただ単に居候のちょっと偉い本社のおじさんみたいなもんです。えー、ホ,ホワイトベースを捨てりゃい,いいんだっていうセリフは何かっていうと。 俺俺たたちちが追われていい。るのは、俺たちじゃないと敵はこのホワイトベースとガンダムが欲しいだけだからこれを捨てて逃げたら別にみんな助かるよというふうなことであのリードさんはですねその軍務の放棄でも,でもその軍務っていうのも正式にオーダーされたもんじゃないよとあのワッケン司令から地球に降りろと言われたけどもその後どうしろとは言われてないというようなことで。 まあもうあの本当に自分たちの義務を放棄して逃げちゃおう生き残るために逃げちゃおうというふうにリードさんは言ってるとそれに対してブライトさんはまあ真面目で,ですねこれもアムロの追い込まれ方が何だろうな人道的な追い込まれ方っていうのかな人間としての追い込まれ方だとしたらブライトさんの追い込まれ方は義務とか責任に挟まれた追い込まれ方なんですね。つまり、自分はみんなななをリードしなきゃいけない。け まだ18とか19の、いわゆる少年と青年との間みたいなもんだと。で、ホワイトベースの子供たちばっかりのクルの中では、もうほとんど竜と一緒に、唯一この二人だけが正規の軍教育を受けた人間だっていうふうに思ってると。だから、義務感はあるし、責任感はある。だからこの責任感を手放せない、責任を手放せないと思っているのに、自分よりずっと偉い、もう注意って言ったら本当に、あの、雲の上の人ですよ。<laughs> その雲の上の人がですね、 ホワイトベースを捨てればいいんだというふうに、気悪に口に出して、それをブリッジの他の人間が聞こえるところで言い出していると。これにもうブライトさんはですね、すごい危機感があるんですね。なので、必要もないのにですね、この対立があって、心がなんか追い込まれているから、そうだ ライトはそうだパトロールを出しましょうとアムロにパトロールに行かせますって言ったらですねさっきトマトかじったらアムロのところに <laughs> 電話が行ってアムロがぶんむくれ出すわけですねもう本当にうまくいかないときは何やってもうまくいかないとはいいかがでしたかえ開始電がですねあのー、食事田村さんに食事を のクレームつけます。国の田村さんにですね、えー、食事のクレームをつけます。でこれはですね、あの前回から実は開始点もガインキャノンで出撃しているので、あのアムロと同じ扱いのはずだっていうふうに思ってるんですね。だから開始点のクレームは正しいんですよ。でもブライトさんもそこまで気が回らない。ブライトさんは。 竜とアムロにはいわゆるパイロット色戦闘色として多めに出してくれっていうところまでは思いついたんですけど次々と状況が変わってハヤトも出撃するで甲も出撃するついに甲斐は単独でガンキャンで出撃するという状況にまあまあ分かってるんですけどだったらその厨房 ですね、あのコックに連絡してで戦闘職の,です、ね、あの配給にしてやってくれとそういう切り替えも全部1人で頭の中で考えなきゃいけないのでまだまだこう準備が間に合ってないんですね。えー、あとですねあの連邦軍からの連絡でですね、まあ、暗号文でホワイトベースは脱出して 海にに出るるこことを望むっていうふうに言ってるのは、もうこれは、も、え、れ、ー、カリフォルニアのです、ね、沿岸のどっか適当な切れ目からなんとか太平洋に出てくれっていうことなんですけども、えー、現状ホワイトベースってどれぐらいのもんかっていうととにかくしょっちゅうエンジンを休めて着地しなきゃいけないで修理しなきゃいけないような状況でこれも本当に、えー、自分たちの状況が本当分かっているのかっていうふうについついそのブライトさんは愚痴ってしまうそんな状況だと思ってください。 あとあの、リードさんがです、ね、あの後ろの方の館長席に座ってです、ね、こう持ってたのはです、ね、僕はあのコーヒーかなんか飲んでってさっき回数の中で言いましたけどあれねひょっとしたら暗号文のカードかもわかんないもう絵が適当だからそこら辺よくわかんなくてしゃべってるんですね。であの見方としてちょっと見立てとして面白いのはです、ね、え明らかに富野義之はどう何を意識して作ってるのかっていうとこれあのリードさんっていうのは何かっていうと。 無責任なサンライズの上の上っていう解釈で見るんですね。っていうのは「あの機動戦士ガンダム」のその次の,あの「イデオン」を作ってた時にあの富野さんはその「アニメージュ」っていう雑誌のでエッセイを連載している時に「僕は本当に上司に恵まれない」というような話を何度も何度もしていってで「この人のためだったら」と思う人になかなか巡り合えないとでで虫プロで鉄腕アトムを作った時に「この人は」と思ってた人はなんかこの死んでしまったというような話を書いてるんですけども。 やっぱあの、えー、ブライトさんはこのドラマ全体の中で言うと、まあ、アムロ・レイディアリとあのブ,ライトブライトさんなんですけども「ガンダム」という作品を捨てられないスタジオ維持をしなければいけない富野義行という人間と「サンライズ」の上の人はいやそんな一作品ぐらい別に成功しなくても構わないんじゃないかとだからホワイトベースを捨てて逃げてもいいんだっていうリードさんと。 そのいやそんなことできるわけじゃないかってブライトさんは現場に立つ人間と上で管理だけしている人間の意識の差っていうのをちょっと書こうとしてるわけですね。だからあの、まあ、まあそうですねあのホワイトベース全体をそのアニメのスタジオというふうに考えて「ガンダム」っていうの作品として見るとなかなか面白いですね。 ガンダっていうふうによく言われてその中でもアムロが必死で状況を変えていくのと同じようにその自分が作った機動戦士ガンダムという作品一つだけでアニメの歴史が変わるとは思ってないんだけどそれがどん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 ニュータイプ宣言っていう新宿のです、ね、大イベントになってですねでそれでアニメーションがその世の中に認められていく状況を作っていくっていうことで富野義行がですねガンダムを得たことですごいパワーで状況をていく。 を変えていくっていうですね。ある一人の中年男のその奇跡の物語であると、機動戦士ガンダムのその裏の実際の昭和の歴史として見ると、ちょっとね面白い部分があるんじゃないかと思います。それではですね、後半に入ります。えー、ここから先は有料になりますのでですね、えー、無料の方はまた来週を楽しみにしていてください。それでは後半のですね、有料の配信開始してください。よろしくお願いします。 はい、えー、岡田敏夫のガンダム完全講座ですね。というわけでですね、あの前回は、えー、ガルマの波状攻撃を受けてと、なんだけどもアムロは拗ねて出撃しないというところまでをお伝えしました。えー、例の殴ったねっていうセリフで殴ってなぜ悪いってい例のブライトさんのこんなやつですよね。で、もう乗ってやるもんかって殴られてアムロが言うとですね、情けないこと言わないでっていう風に、フラウがドスの効いた声でですね、怒鳴るっていう怒涛のドラマの最中、 ホワイトベースがグラグラと揺れてガルマの攻撃があの一層激しくなったというですねまあ本当になんかえ,えらいことになっているというところまでをですね、えー、説明しました、えー、今日はですねそこから先ですね「えー、飛べガンダム、えーまああの」前半でギュッとあの圧縮された分後半どんどん伸び伸びとした戦闘シーンが続くということ,ところで解説の後半をお届けしますそれでは、えー、よろしくお願いします えー、機動戦士ガンダム第9話ですね、えー、トベガンダムの後半です。えー、前回話したのはですね、えー、アムロがですねもう、あのー、例のシーンですね、えー、二度もぶったというようなことでブライトさんがですね、親父も、親父もぶれたことがないのにって泣き言を言うアムロに、あの 打たれずに一枚になった男がいるものかっていう売り言葉に買い言葉の喧嘩をして、で、アムロがついに、もう二度とガンダミなんかならないからなっていうふうに言うと、フラウボーがですね、アムロいい加減にしてしっかりしてよというふうにアームホールドを決めてですね、説教しだすっていうとこですね。で、え情けないこと言わないでアムロって言った後、船がまたガーンと揺れます。つまり、こういうしょうもない喧嘩をしてる間にもですね、実はガルマが引きうる航空部隊が ホワイトベースに <coughs>、すいません波状攻撃つまり何度も何度もリピートする攻撃を仕掛けてきてる最中なんですねだから本当はみんなで揉めてる暇なんか何にもないんですよずっと攻撃受けていつ船が落ちるかもわからないという状況でなのでブライトさんはあのブリッジにもう一回戻ります、えー、俺はブリッジに行くアムロ今のままだったらお前は虫けらだそれだけの才能があれば貴様はシャアを超えられるやつだと思ってた残念だよ アムロは、「シャとと言っっって、えー、ちょっとびっくりします。船がガーンと揺れるで。ブライトさんが部屋を出て行った後、ブライトさん「ブライトさんブライトさん」とアムロが何,何か言いたげにこう呼びかけます、ね、つまり敵の名前を出されることでホワイトベースが揺れているという状態が敵の攻撃を受けているその敵は自分が何度も戦ったシャーというやつだっていう本当はシャーじゃないんですけどアムロの中でようやっと この状況の認識ができるわけですね。さっきまで、俺が戦うか、それともなんかその、 言いまかされて戦うか、俺が自分の意地を張って、このまま部屋でゴロゴロしてるかっていう、なんかしょうもないことしか頭にないわけですよ。いわゆる引きこもりの人が、なんか親に、いい加減今日は学校行きなさいよって言ったら頭の中で学校に行くか行かないかしかないのと全く同じですよね。そうじゃなくて、もっと全体に今自分がどういう状況か見るよっていうような話なんですけども。アムロもようやっと今攻撃を受けてきて、その攻撃はシャアというやつで、そのシャアに 勝てるお前だったら、あのシャアを超えられるやつだと思ったってことで、アムロが最も欲しい。欲しかったんですか？ブライトさんから認められている、みんなから頼りにされているって状況が初めて出るんですね。実は、それまでも、ブライトさんは、アムロとリュウには食事をちゃんと全部支給しろということで、すごいアムロを認めてたんですよ。アムロに対しては、なんだろうな。あの部品、それまでもあの他の話数でもですね、例えば。 整備するときは、アムロのガンダムムに関しては最優先でろとかです、ね、アムロの睡眠時間をちゃんととれとかです、ね、あとアムロに食事を全部与えろというふうに見えないところではブライトさんはアムロをすごい評価してすごい持ち上げてるというか大事にしてるんですけどアムロからしたら全然それが見えないんですねそうじゃなくて自分だけ飯を山ほど与えられてまるでいじめのような状態だというふうに思い込んでたのがアムロの中で。 そのプロテクトがちょっと外れたというかですね、まあ、凍ってた心はちょっと溶けたんですね。そうすると、えー、このフラウボウがまだまだ言います。フラウボウが、アムロ、ガンダムに操縦方法の手引き書ってあるんでしょう。マニュアルのことですね。アムロはびっくりして、えって聞くと、私、ガンダムに乗るわ。自分のやってきたことに自信を持てない人なんて嫌いよ。今日までホワイトベースを守ってきたのは俺だって言えないアムロなんて男じゃない。私。っていうふうに言い切るんですね。えー、フラウボウが、 えー、なんだろうな聞いてるのは何かっていうと「あなたがガンダムに乗ればいいじゃないですか」っていうアムロの売り言葉「<laughs> 俺だって乗れるもんだったら乗ってるよ」って <laughs>「じゃあもう俺乗らない俺僕だって乗りたくて乗ってんじゃないですよ」っていうすごい情けない男の子の言い合いを見てフラウボーの中のこの「私ガンダムに乗るわ」って「ガンダムの前にあるんでしょ」って言うんですけどもところがその。 今日までホワイトベースを守ってきたのは俺だって言えないアムロなんて男じゃないって言った後私っていうところで絶句しちゃうんですね絶句して下を向くとで下を向くのはこの安彦演技の中で、えー、必ず何か考え直したり決意したりするときに絶対に目を下に向けるんですよね機動戦士ガンダムというシリーズの中でまあアニメ界全般に言えることなんですけども一度 目線を下にずらすというときは人間が内面的になっているとか内政的になっているという印だと思ってください。なので目を下に向けます。あたしって言います。あたしてゼックしてるのは何かというと、本当はフラウボーはあのそんなことやむるなんかって嫌いよって言った後、あたしガンダムに乗るわって決意を言うべきなんですけども、目を一回下に向けてゼックしてしまった。ここに至って。 フラウはようやっとわかるわけですね。ガンダムに乗るということの怖さがわかるわけです。ガンダムに乗るという怖さがわかるからこそ、私ガンダムに乗るっていう言葉が出なくて下を向いちゃう。そうするとアムロはフラウをガンダムの操縦は君には無理だよっていうふうに言います。えー、フラウがアムロって言ったら悔しいけど僕は男なんだなっていう言うこの悔しいけど僕は男なんだなという時にアムロはやっぱりフラウと同じように目線を下げるんですね。 この時に、には内省的になると。つまり自分のそのガールフレンドの女の子にですねじゃあ私が代わりにガンダムに乗ってやるわよあんただって乗りたくて乗ってるんじゃないでしょって言われた時に自分の中になんか来た感情って何なのかとそれは恥ずかしさだったかもわかんないしシャーに対する対抗心だったかもわかんないし何だろう何かわかんないけど何かあったわけですだからアムロは一瞬目線を下げて悔しいけど僕は男なんだな あんななに言われて、「んだろうやる気になっちゃったよとかもしくは女の子の君を戦場に出すわけにいかないよと思っちゃった悔しいけど僕は男なんだなということでアムロはフラウボを後にして廊下を走り出しますでガーンという風にですねまあ壁が揺れるんですねやっぱりあの周りから攻撃を受けてるで壁にどんどん叩きつけられたアムロはですね これ、れ壁に立ちつけられます。で、えー「うっしゃーめ」って言って壁をダーンと叩くんですねここのシーンですねわざわざカットを割ってますつまり後ろ向きに走っていくアムロ壁が揺れるアムロが、えー、後ろ向きに走ってって壁にドーンとぶつかるで次にこのシーンになって「うっしゃーめ」って言って右手をこう振り上げたら次にカットを割って右腕のアップだけで壁をドーンと叩く腕のアップになる。 合計3カットで壁にぶつかるアムロでシャーメンっていって腕を振り上げるアムロで腕を壁に叩きつけるアムロというふうに3カット表現されている。でこれねあの昔、えー、そろそろ「ガンダム」というアニメがすごいぞと評判になった時にあの少女漫画家の竹宮恵子がですね確かあの月間アウトだったと思うんですけどアウトのですねインタビューで。 ガンダムがすごいんだけどあれ誰がすごいのかわからないっていうのを編集部の人に聞いてるんですね。でどういう意味ですかって聞いたらこの間そのアムロっていうのをアシュタントから聞いてみたらあの悔しさのあまり壁を叩くシーンが出てきたと。でああいうのアニメで見たのは初めてでびっくりしたと。つまり何も言えなくて敵にい返せなくて壁叩いちゃうんだけどそこの壁をカッと割って表現すると。それで彼の悔しさっていうのをすごく分かってあれは誰がやるんですかと。 アニメーターが演技つけるのか、脚本に書いてあるのか、絵コンテみたいなもんで指示してるのかことで、アウト編集部はとは、まあ、その絵コンテっていうのちゃんとそのシーンを覚えてなかったんで、いや、それの場合、いろいろですよって言ったんですけど、竹宮慶子が驚いたのもわかります。ここ本当に名シーンなんですね。なんでかっていうと、アムロにとってその時に、シャアの象徴というのは壁なんですよ。壁がガーンと揺れたおかげで壁に叩きつけられた。だから、壁に仕返しするっていうですね、言っちゃえば、 ゴミ箱になんだ足が引っかかったからゴミ箱を蹴り返すみたいな直祭的な感情をぶつけてるだけのシーンなんですけどもここのところで怒りを自分の内部とか仲間の方に向けるんではなくて外部のシャーという人間もしくは壁っていうものに向けることによってようやっとアムロが復活してるという、すごい大事なシーンなのでわざわざここを3カットに分けて書いてるんですね。 ななかなかです、ねあの、ガンダムのテレビシリーズはさっき言った目線の動きとかもそうですしフラウボーのアームロックもそうなんですけどもこういうですね余談になりますけども、えー、また僕はあの最近ですねオンエアされてるところまですべてエロ漫画先生という漫画を見てました。ですね <laughs> エロ漫画先生を見てると思うのがその感情を 絵でで表現ししようとしてるんですね。つまり、恥ずかしいっていうシーンは、方をあからめて、声優さんが、え、えー、っとっていうふうに言って、目をパチパチさせるのをすごく細かく描くと。で、こういうのを見ると、演技がちゃんとできているとか、いいアニメだっていうふうに思っちゃうんですけども、それももちろん方法なんですよ。それもいいアニメの方法なんですけども、そうでない方法もあるんですね。それは何かっていうと、その、 思わず腕をこう持ち上げてしまうとかですねもしくは目線を下げるだけで見てる人に意図を分かせるとか分からせるとかなんですよところがそのエロ漫画が先生的な演技を全部絵で描いちゃう声優さんにやらせちゃうという方法の方が伝わりやすいんですねで伝わりやすい分読み取るという努力が見てる人の中から失われていくと僕はこれなですねその 柔らかいアニメって呼んでるんですけども、柔らかいアニメと噛み応えのあるアニメがっていうのがこの世の中にあるんですよ。で、わかりやすくするとひたすら柔らかいアニメになってきてみんなの顎がどん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 細くなっちゃうんですね。で、それはそれで美味しいんですけども、噛み応えのあるアニメもいいもんなんですよ。エ <laughs> ロ、まあ、マンガ先生をね、対象に出してこの映像が数年後通用するのかどうかわかんないですけれどもですね。ということでですね、えー、ガンダムはですね、 あのクソシャーメンといった張り切ったアムロがガンダムで発進します。でその時にやってみたい戦法があるんですけどということで今回の表題ですね飛べ、えー、ガンダムということで、えー、ガンダムにもですね、えー、バーニアとジャンプ力があるんだということでアムロはですね地面に着陸したあとガンダムで発進して着陸したあとジャンプしてバーニアを吹かして空中戦をやり出すんですね戦闘機と空中戦をやり出します。そ敵の戦闘機を落とすと。そうすると

えー、ホワイトベースの窓にギリギリまで寄って体を支えてるっていうことなんですよ、ね。体を支えるというようなことをしてましてですねで。振り返って、ガンダムは空中戦やってます。リード、リード艦長が、何す、すごいっていうふうに。 ブライトさんがす、すごいっていうふうに一人ごとで言っちゃいますね。で、この時のこの盛り上がってる音楽のこの高揚感。前半のというかもう、先週、先々週ぐらいのずっとためがあって、ガンダムは空地戦をやってます。思わずブライトさんが出てきてしまった。すごいっていう言葉がすべて語ってるこの高揚感ですね。無線解除だ。セーラー、ガンキャのガンタクに指令。ガンダムの着地の戦艦を狙瞬間を狙い撃ちにされないように援護させろって言うと、 もう撃てば響くように、カイさんもですね、ハヤトもリュウも、わかったというふうに言って、ガンダムが降りてくるときに援護射撃をしてくれるんですよ。この全員の心が一つになっていく過程っていうのは、さっきまでの <laughs> 殴ったねとかですね <laughs>。あの、もう二度と乗ってやるもんかというのがあったからこそのこの爽快感なんですね。はい。えー、ガンダム講座ですね。えー、トベガンダムの前半解説はここまでです。 いや、やっぱりね、いいですよね。前半、ギューッと暗いのやった後でですね、え例の、なんか皆さんが勝利確定曲って呼んでるやつですね。BGM。あれがかかった後の展開すごくいいんですけど、やっぱあの、僕最後にフリップで見せてた、あの、ブライトさんが窓にもたれかかって喋ってる、あのシーンが、今見てもすごいです。あれ何かっていうと、つまりその右手は窓にもたれかかってるからこうやってるんですけど、窓書いてないんですよ。 窓書いてないのに、重心が体の前に行ってて、ここに手がこう、こうなってるおかげで、そこに窓があるのが見えるっていうですね。これもその、アニメーションの書き方の一つなんですけども、そういう重心がかかってて手があるから、透明な窓があるっていうのがわかるのと、あとはその作画をどん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 精密にして、窓透明なやつをやって、で、そこであの CG で反転画像を出すことによって、窓に映り込んでる自分を書いてっていうですね。なんかこの、 書き方の差ってい,うんですかいわゆるあの前半がそのガンダムとかでやってた、えー、なんだろう予算も低くて人数も少ない時の描き方で後半が、まあ、今だったら新海誠とかがよくやるやり方ですねどん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 絵をそのリアルな実写方向に続け近づけていってあの本来だったらばそこにじあのなんだろう本当にガラスがあって本当にその向こうに撮影のカメラがあったら映っちゃうものを全部描いてしまうというやり方。 どっちがいいってこともないんですけども、このガンダムのやり方っていうのはですね、最近あんまりやる人がいないんでですね、あなんかめちゃくちゃ面白いなというふうに思いました。あとですね、あの、フラウボーの演技ですね。あの、前半で語ったことなんですけども、えー、ガンダムのマニュアにあるんでしょう。で、私が行くわって言った後、私って言った後、目を下げる後で、そうするとあの、アムロが、いや、僕が行くっていうシーンなんですけど、やっぱその、下を向くのは考えてるからだ、内省的になってるからだというふうに、 あの、まあ、2年前の僕は解説してるんですけども、これちょうどあの先週のですね、夏空っていう NHK の連ドラーで、あの、夏が、主人公夏かもう、もうあなたとの婚約を破棄しますって怒ってて、まっすぐに向いてる時に、その酒場さんっていう後の、まあ、あの、高畑勲ですね、それが一生懸命私はこういうわけでっていうふうに一生懸命話す。そうすると、夏がだんだん、 心を受け入れるモードになってきて目線を下げるんですね。つまり、夏が目線を下げるっていうのは内省的になって怒りが止んでるっていう表現なんですけど、それをアニメでやってるわけですね。で、夏は目線下げるときに、あ、私の本当の気持ちはどうなんだろうって考えてるわけですけど、じゃあ、フラウボウの目線を下げる時の演技は何を考えてるのか。それはこの後のアムロとのやりとりでわかるんですね。フラーボーが あ私ガンダム乗るわ、私っていたと思わず目を下げちゃったのは、ガンダムに乗ると決意した瞬間に、その、あ,のあれですね、恐怖が襲ってくるんですね。やっとアムロが何と戦ってたのかわかると。アムロが情けないこと言わないでってフラウボーが励ましてたんですけれども、じゃあ私が行くって私って言った瞬間に自分があれに乗って敵と戦うという、 恐怖を初めて感じたんですね。なので目線を下げてしまったわけです。そうするとアムロはその目線を下げたフロイを見て怖がってるのがわかると。じゃあ幼馴染の女の子が怖がってるのがわかったから君にはガンダムは無理だよって。悔しいけど僕は男なんだと言ってそのもう一回ですね、恐怖に震えてる女の子を見たからこそアムロは行くと決意してるわけですね。でこれ何かっていうとですね、エヴァンゲリオンの第一話なんですよ。エヴァンゲリオンの第一話で 絶対に嫌だと言ってた碇信二がですね、なんでエヴァに乗ることを決意したのかっていうと、目の前で血まみれになってる女の子がもう一回戦えますって言って起き上がる姿を見たからこそ行くんですよね。あの、エヴァって、だから、そのガンダムっていうのをですね、結構ちゃんと意識してですね、いいところを持ってきてるんですけどもですね、あの、このあたりの演技のやりとりっていうのは、まあ、 最初に出したガンダムが一番ぎこちなくて、後のエヴァとかになってくるとだいぶ上手くなってくるので、あ、碇ンジは綾波のこういうところを見て決意したんだっていうのすごいわかりやすいんですけども、ガンダムの時代はですね、あの、まだまだちょっとわかりにくいような表現でやってるし、あと、あの、まあ、同じですね。結局、どこまで書いてわかりやすくするのかと。エヴァの場合は血まみれの綾波を何度も シンジが見て、碇ンジが見て、で、こう目をつぶって逃げちゃダメだっていうセリフを言ってから自分が行くというふうにやった。だからわかりやすいんですよ。だからそのエヴァの逃げちゃダメだというシーンで、僕正直言って、あの、本放送の第一話見た時に、安っぽいなって正直思ったんですよね。それはガンダムは、 あんだけかっこよくやってるのに、エヴァ全部説明してんじゃん。セ製アニメっていうふうに思ったんですけれども、今やその、僕がセ製と思ったエヴァですら高級な表現になってきてですね、さらにアニメは噛み応えがないものになってきてしまってるっていう。まあまあ、あの、それはそういうふうなアニメもあるということで,ですね。あの、 そんなアニメを見てる俺も悪いのかもわかんないんですけど、だって今、僕が今毎週楽しみにしてるアニメって何かっていうと、ダンベル何キロ持てるかなっていうですね、どうでもいいアニメと、あとですね、通常攻撃が全体攻撃で連続2回攻撃のお母様好きですかっていう、この2つしか僕アニメ見てないんですけど、ダメだ俺、こ,ここまで言っといてダメだ俺って話なんですけど。 <laughs> えーとですね。まあえ、というわけでですね、無料解説はここまでです。それではここから後半の、えー、ガンダムですね、えー、第なんだ、第何話だ <laughs>、えー、第9話ですね、トベガンダム後半のですね、解説に入ります。それではどうぞ。<music>